どうもはい、どうも、リーチマイケルと同じ31歳、カナコです。ハロー、西です、はい、リーチマイケルリーチマイケル知ってますか？あれでしょ、噂のあれでしょ。どうせ、わかんないけど、どうせあれでしょ。どうしますか？ラグビーでしょ。ああ、はい、師匠ですからね。それぐらい知ってましたね。知らなかったですけど、まあよかった、うん、今日は僕もやりますよ、うん、はい、何やるんですか？編集作業。おお、ありがたいですね、はい、西村さんに教えてくださいって言ったんですけど、うん、僕はパチンコビシビシ言ってるんで、なんかすごい怖いですけど。スパルタだよ、これ細かいよ、俺。ここ 0.1 コン早い。こう、まあ大事にしてとかやるか。怖いよ、少し優しく教えてくれるんですね。ここで仕返ししておきましょう、うんうん、ということで、今日はスタバンこぼって頑張っていきましょう、うん、はい、頑張っていきましょう、はい、うん、ですか、うん、今日の目標、あ、目標、うんうん、今日の目標はカロコちゃんを1秒でも遅く帰らせることですね。いや、なんで今日帰りますよ、僕7時はラグビーあるから。ラグビー7時はい、7時半ぐらい。そんなただただ意地悪もかけてくださいよ。ただ意地悪、はい、はい、まあまあ、なんだかね、はい、そこはやりましょう。はい、ということで、はい、行きます、行きます、はい、どうもこんばんは、かなこです。はい、西です。今日ね、朝のちょっと動画がなぜか、総再生になったので、ちょっともしかしたら朝の、はい、報告がない、意気込みがね、めちゃくちゃいい意気込みが来たんですけど、うん、ないかもしれないのでね。そうね、もしかしたらね、はい、うん、残念だ、それは、ね、ちょっと申し訳なかった。そう、はい、まあ今日は何してたかと言いますと、うん、喫茶店でまた編集作業をしてましたね、うん、してましたね、はい、まあ、って言ってたよ、ショコリのなんかね、はい、楽しかったから良かったけど、うん、良かったですね、はい、あ、でも途中でね、うん、ちょっとイラッとすることがあったんですよ、僕。え？イラッとすることが。どうしたんですか？僕は怒ってるんですよ。え？何が？こんなニヤニヤしてるけど、はあ、はあ、はあ、ね、うん、僕らはね、いけないんだろうけどもね、はい、まあ朝の今日は昼12時ぐらいからかな、うん、12時ぐらいから、うん、夜の8時ぐらいまでね、ずっといたんですよ、うん、壁にね、はい、で、僕はコーヒー2杯頼んでます。あ、そうなのね、はいはい。悪いなとも思ってるしね。はい。うん、これ1杯しか頼んでないですね。あ、1杯しか頼んでないんだね。はい。うん、でもそんな中でね、何時ぐらいかな、あれ。7時ぐらいかな。うん。6時半かぐらいに店員さんがひょこひょこって来て、うん、うん、あの、すいません、長時間いられますよねって。いられてますよねって言われて、もう思いますけど。うん、そしたら、お飲み物もう1杯頼んでくださいって言って。うん、え、そんなルールとかあるんですかって、うん、あの、長時間やられてますよねってまた言われて、うん、えっ、と何、長時間いたら飲まなきゃいけないのと思って、うん、で、じゃあ分かりましたよって、はい、あの、ほら、あなたコップもありませんしねみたいな話になって、ああ、それも言ったんですか？それも言われた、うん、えっ、いや、捨てたんだけどと思って、はい、え、何この子と思って、はい、イラッとして、うん、コーヒーを買ったっていう。ああ、そんな話です。なるほどね、はい、まあまあ悪い部分はあるっちゃありますけど、うん、まあ、その某お店はね、うん、空間を売ってるという宣伝のところで、はい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 、うん、ね、そこでは言わないっていうのを聞いたことあるんですけどね、ネットで、うん、他の喫茶店は結構言うことあるらしいんですけど、はい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 、うん、でも変わったのかな最近。そういう感じ？変わったの？はい、変わるもんね。はい、いやー、なんかね、ちょっと、わかるよ、長時間いるなって話したけどさ、うん、うるさいしね、ことしたらね、うん、はいはい、ずっと電気あるところでね、占有してるし、うん、え、わかるよ、はい、わかるけどさ、言い方ってものがあるじゃない、うん、はい、言い方ってものがあるじゃない、まあ、じゃない、まあね、はい、
まあ、何の言い方がいいのか良かったのか僕にはよくわかりませんけどいい言い方だったと思いますけどそう長時間いられましたよねって2回言われてみっきって、ああなるほどね、そうだ、いやいやはいはいはい、すいませんと思いながらもね、うん、まあ、ただ口ですもん、ただ、うん、言いたかっただけです。まあ一応僕のリスク管理方法としてはですね、リスク管理方法、はい、はい、やっぱりね、飲み終わったらコップはあの出るまで捨てないです、僕は。そうなの、はい、一応買ったっていうのをアピールしておきたいので、だからそれは置いといた方がいいと思います。店員さん覚えてるもんじゃないの。いやいやいや、一応店員さんじゃなくても周りのお客さんからも 目はあるので、まあな、はい、僕はなので1杯しか頼んでないけど、あの言われなかったっていうのはやっぱり多分そこだけを見てると思うので、マジで、はい、はい、そういうリスク管理方法は必要だと僕は思いますね、うん、はい、絶対許されよ、いやいやいや一生で、いやいやいや、うん、まあ冗談ですけどね、はい、はい、と思います僕は、はい、まあ、カフェにね長い、あんましない方がいいですね、うん、皆さんね、気をつけてください、うん、まあ、そうですね、はい、あと何でしたっけ、そんなもんですか、そんなもんかな、はい、なんとかさんと同い年の賞金もなんとかさん、もうそれはいいでしょ、あ、もういいか、言わなくて、はい、はい、はい、まあ、いいボケだったなと思って朝思ったんですけど、それがカットされちゃって感じですね、はい、さっき何回も見てましたね、うん、自分で撮った自分の動画をね、うん、自分がボケた部分だけを何回かリピートしてってバラさないでください、楽しそうだなって思ってね、うん、はい、見てましたけどまあ動画見ててね、まあ、まあ今日思ったよりもね、西村さん多分進まなかったらと思うんですけど、まあ、僕が結構邪魔したっていうのもあるし、まあ、はい、そうでもないよそこは、うん、ただやっぱりもうすごいスピードで僕たち、うん、進化してるなと、うん、いうふうに思いますね、うん、はい、本当に思うね、うん、楽しみですわ、うん、ね、もう一月後二月後もう別人のようになってるよきっと、うん、うん、はい、まあ二人になってね2倍以上になってるので、うん、生産性も当然ね上がってるし、はい、めちゃくちゃ高いと思うね、生産性ね、うん、間違いない、はい、いい番組をお届けできると思います、そうですね、はい、うん、また明日は、うん、稼働ですか、そうですね、うん、はい、午前中は、もうちょっとねお互い残ってる動画編集やって、うん、午後から、うん、僕は結構飽きたでは、うん、午後からの稼働で成果出してるので、言ってたね、うん、うん、はい、で明日は、まあ、また話すんですけど明日はね結構大事な一日じゃ一日で、うん、福島での稼働を、うん、1週間、うん、伸ばすかどうかっていうのを明日の稼働でちょっと考えたいなと思ってますので、うん、うん、はい、うん、そうっすね、はい、うん、国といいね、これで変わってなければいいですね、ね、本当にね、うん、変わってないレベルだったらいいと思います、はい、うん、はい、期待しましょう、はい、頑張りましょう、はい、はい、バイ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 チャンネル登録してね